RX7X に標準装備される ES チンカバーは顎下を大型のカバーで覆って気流を整える新しいアロパーツですチンカバー内に成形品を組み込むことにより排気ポートが形成され丸みを帯びた立体的なフォルムを実現しました頬パッド下側の空気の流れを確保しチンカバーを取り付けた際の息きごもりを解消していますヘルメット下側の 整流効果も向上し、静粛性も高めていますでは、取り付けてみましょうシステムパッドの前方の爪を外しますエアロフラップを止まる位置まで引き出します ES チンカバーの前方のフックと左右のタブを縁ゴムの内側に沿って埋め込みます 前方のフック部分をさらにカチッと感触がするまで押し込みます。ES チンカバーのタブをシステムネックの枠の下に引っ掛けます。システムネックの先端をセンターパッド裏に差し込んでいきます。差し込む際には差し込み口に注意してください。システムパッドの前方の爪を押し込んで取り付けます。 ES チンカバーのメッシュ部分のフックを縁ゴムに乗せるように引っ掛けてください。ES チンカバー下のエアロフラップを引き出すとエアロフラップ自体が ES チンカバーの支えとなり内部空間が確保されて口元にゆとりが生まれます。続いて外し方です。システムパッドの前方の爪を外します。次に ES チンカバーのタブを。 システムレッグの枠から外してください。不意に外れないようロックがかかっているためまっすぐに引いても取り外すことはできません。ES チンカバーを左側に回し取ります。チンカバーは寒い冬だけのものと捉えがちですが ES チンカバーはマウスシャッターからの空気を後方へ配置することにより、 暖かい季節でも支障なく使用できます静粛性の高さにより RX7X の魅力をさらに引き出しています